こんにちは、ウノピューノーグアルトレーナー遠藤です。今日も素敵なゲストに来ていただいてます。小井さん、ノア君、お願いします。遠藤さん、ありがとう。お願いします。お願いします。お願いします。今回ご紹介するアイテムはですね、未だに多くのファンを魅了し続けるアレッサンドロ・デルピエラとのスペシャルコラボラインですね。ゴルフの新作のアイテムになります。2人ともデルピエラはご存知ですか？もちろん、はい、はい、ありがとうございます。アレッサンドロ・デルピエロは20世紀の偉大なサッカー選手100人に選出されたり、輝かしい実績を数々残してきた方で、イタリアが生んだサッカー界の伝説のストライカーであり、最高峰のファンタジスタって呼ばれているサッカー選手なんです。最初にご紹介するのは、小井さんが着ている 2B プレイヤーズジャケットとプレイヤーズスラックスのセットアップになります。素材は縦横に伸びるストレッチ性の高いポリエステル樹を採用しており、ドットエアーという名前の生地で、その名の通りかなり軽量で通気性にとても優れており、これからの季節春夏の素材としては快適に過ごせ、撥水効果もあるので使い勝手の良さは抜群になります。ジャケットの形にはですね、ウノピューウノウグアレトレ定番のコンフォートジャケットの仕様で、胸にサークルロゴ、腰ポケットにゴルフの 113G のワッペン、左袖にはデルピエロのオリジナルワッペンをデザインし、襟裏には襟を立てた時に見えるようウノピューウノウグアレトレのロゴが入ってます。スラックスの形はウエスト内側にドローコードを入れ、イージータイプでイタリアントラウザーとして綺麗なシルエットのパンツです。太ももは動きやすく少し太めにしてあります。右前ですね、サークルロゴ、こちらですね、 113G とデルピエロのオリジナルワッペンがデザインされております。全体的に春夏らしくスポーティーに仕上げてあります。小井さん、どうですか、着心地？伸びるね、伸びる、うん、首のところ襟立っては好きだよね。さすがにジャケット着てプレーをするって感じではないと思うんですけど、ゴルフ場への行き帰りの際にジャケットを着て行ってもらう。で、パンツはもうそのままプレーでも使える商品にはなっています。カラー展開なんですけど、今小井さんが着ているネイビーと他にグレーの2色展開ですね。サイズは3番 S サイズから7番の XXL までの5サイズ展開となっております。値段なんですけども、ジャケットが88,000円、パンツが55,000円、これ全て税込みですね。トータルで143,000円となっております。小井さん着用しているのが全て L サイズとなっております。次に紹介するのはウィンドブレーカースタンドトラックのセットアップになります。こちらは上下左右に伸びるストレッチ性の高いポリエステルを使用し、撥水効果もある生地なので、よりゴルフに最適な素材となっております。立体的なカッティングにより体に沿うように仕上げているので、とても動きやすく使いやすいアイテムとなっております。切り替えでシルク風のサテン生地を採用しており、同系色でもより立体的に見えるようにデザインされております。春夏ということで背中にメッシュ生地をつけ、ベンチレーションがあるので熱を逃し、体温調節もしやすいアイテムとなっております。左脇にファスナーをつけ、着脱しやすくなっているのもポイントです。従来よりやや襟の高さを低くし、より軽く仕上げており、袖口のリブには白いラインを入れ、スポーティーさも出しています。パンツもトップス同様に太もものファスナー内側にメッシュ生地をつけたベンチレーションがあるので、熱を逃し体温調整もしやすくなっております。トップス同様、こちらも切り替えでシルク風のサテン生地を採用しており、同系色でもより立体的に見えるようにデザインしています。裾リブにも白いラインを入れることでスポーティーさも出しています。こちらのカラー展開がノア君が持っているネイビーと小井さんが持っているグレーの2色展開になります。サイズの作りは S サイズ3番から7番 XXL までの5サイズ展開となっております。価格なんですけども、税込みスタンドトラック上ですね、トップスが65,000円、パンツの方が49,500円、トータルで110,000円となっております。続きまして、小井さんがインナーで着ている上下左右に伸びるストレッチの高いポリエステル生地を使用したポロシャツになります。吸水速乾で UV カットも施され、表面に凹凸があり、清涼感と通気性に優れた素材であるカノコで作られており、消臭効果もあるのでゴルフウェアに最適な素材でお作りとなっております。襟と袖口に白地を配し、軽さとスポーティーさを表現しています。前立て内側にも白の生地を採用し、ボタンを開けて着るときにアクセントになるように仕上げています。ツルワッペンをフロントの左下ですね、こちらですね、デザインし、113G とデルピエロのオリジナルワッペンはバックセンターにデザインされています。
背中にはイタリアンカラーのウノピューウノウグアレトレのロゴをプリントしており、通常ラインとは違うデルピエロとのコラボ企画としてイタリアを表現しています。カラー展開はターコイズホワイト、コイさんが着用しているネイビーホワイトと、あとライトグレーホワイトの3色展開でのご用意となっております。サイズはですね、まあ、いつも通りサイズ 3S サイズから7の WXL の5サイズ展開となっております。お値段の方は税込み44,000円となっております。実はもう一方クレイジータイプのデザイン違いがあります。お値段やサイズ展開は先ほどのポロシャツと一緒なのですが、お色のご用意がまた違いまして、カラー展開がですね、コイさんが着ているものがネイビーホワイトの他にホワイトグリーン、ライトグレーホワイトの3色展開となっております。続きましてノア君が着用しているストレッチ性の高いポリエステル生地を使用したモックネックですね。吸水速乾で UV カットも施され、こちらもモックネックに関しては特に他の素材に比べ横方向への伸縮性に優れている天軸という生地を採用、かつ消臭効果もあるので、こちらもゴルフに最適な素材でのお作りとなっております。襟と左袖、裾に白い生地ですね配置し、軽さとスポーティーさを表現しています。こちらの半袖モックネックは裾パンツの外に出して着るタイプに仕上げており、より軽く着ることができる仕様にしています。なんか宇野史上一番ストレッチ効いてる気がする。すごくない？うわー、本当すごいよねいやすごいよね、俺もびっくりした。今ポロシャツモックネックと思いですね、ツルワッペンをフロント左下部分ですねに配置、 113G とデルピエロのオリジナルワッペンはバックセンターに、背中右下部分 113G のサークルロゴがデザインされており、こちらも通常ラインとは違うデルピエロとのコラボ企画として表現しています。カラー展開はノア君が着ているライトグレーホワイトの他にネイビーホワイトとターコイズホワイトの3色展開のご用意となっております。サイズ展開はいつも通りですね、サイズ 3S サイズから7番 WXL までの5サイズ展開となっております。お値段の方が税込み 38,500円となっております。どちらもシンプルで良いデザインと思うんですけど、お二方どうでしょう？合わせやすいですよね。すごいよねもうビリッとあ、それあ、そっちはい、僕の喉だったすごいうまく作ってるよ、ね、素材すっごい上手だよ。高いでしょ？まあ一応税込み38,000円。わあ、そうでもないね。この生地素晴らしい。どの色が好きですか、二方？でもノアこのグレーすごい似合ってる。かっこいい、うん、すごいかっこいい。でもこれエリアとは僕ちょっと年だから、うん、あの年だから年なのうん、ちょっとね、だからこういうエリアは好きかな。小石さんはポロハ、うん、このポロハ素材、ね、ノアはモックネックス楽っす。楽で、うん、ここで実はもう一方ご紹介したいジップ付きのトラウザーパンツがあります。今2人が履いていただいているのがそのパンツになりますね。こちらもストレッチ性の高いポリエステルを採用した春夏用のジップトラウザーになります。ポイントはそうですね、裾のファスナージップですね、リブの上にジップがついているのがそこがポイントですね。生地は柔らかさがありながらもしっかりとしており、伸縮性に優れシワになりにくいといった特徴があり、ストレッチ性も高いツイル生地を採用し、肌触りもとても滑らかです。どうですか、ストレッチは？めっちゃ効いてる。効いてる。ストレッチだけで本当にしっかりしてるの素材、肌触りも気持ちいい。うん、これ見たことない、この作り方。あとここ結構気持ちいい、うん、ラインが綺麗ってさっき小井さんと話してて、うん、いい細さだよね。そうですね、小井さんめちゃくちゃかっこいいドライタッチで軽量で撥水加工も施されており、春夏のゴルフ素材としては非常に優れた素材となっております。裾は細くし、ジップをつけ脱着しやすく、太ももは動きやすくしており、綺麗なシルエットのパンツです。両足外側に白いラインを入れ、全体の雰囲気と合わせスポーティーさを表現しています。右ももにはデルピエロのオリジナルワッペン、左もも後ろにはウノピューウノグアルトレ刺繍をイタリアンカラーで施しています。春夏らしくスポーティーに仕上げています。通常ラインとは違うデルピエロとのコラボ企画としてイタリアのイメージを表現しています。確かにイタリアっぽい、トリコロール、かっこいいですね。こちらのパンツカラー展開は3色ご用意しております。ホワイト、ネイビー、ライトグレー、
小井さんがネイビー、江ノ和くんがライトグレーを着用しております。サイズ展開はサイズ 3S サイズから7番の WXL の5サイズ展開、お値段の方が税込み 49,500円となっております。まだ雰囲気がちょっと変わりますね。人気っすよね。そうですね、デルピエロもう何回ね、これで3シーズン目、毎回通常のインラインにはない色味、まあ、ブルーとかネイビーを結構まあ使ってまたちょっと違ったとグレードアップ、そうね、うん、結構グレードアップ、これ初めてなんかこの素材かもしれない。素材も通常のインラインとはまた変えて作っています。次最後はアイテムになります。コーディネートで合わせていました、まあ、ノー君がかぶっているキャップですね と、あとバイザーが、こちらも軽量ドライタッチで撥水加工も施された生地なのでゴルフに最適な素材です。フロントロゴは、生地に対し同色色ブラシの刺繍を施し、サイドにデルピエロのオリジナルロゴを刺繍しています。角刈りみたいなすみません、ちょっと髪を見てこちらも色展開は3色ですね、各3色です。キャップ3色、バイザー3色、そうですね、これ3色、ノア君がかぶってる白、ネイビー、グレーの3色展開です。サイズはどちらもフリーサイズですね。中の素材結構面白い ね、ここパイル、なんかパイ、あ、パイル、パイル、あ、そうなの、パール生地みたいな、あ、これもそう、そう、ナイスアイディア、買っていい。お値段の方がですね、キャップ、小井さんが今かぶってるキャップの方が18,700円、ノア君かぶってるバイザーが16,500円となっております。好みがね、こちらもバイザーキャップあると思うんですけど、どっち派ですか？小井さんは今はもうキャップ派だよ、今は結構バイザーは好き、うん、あ、でもこれデザインだったら熱くならないと思うんだけどね。汗止めは一応パイル素材を使っています、ね、それ気持ちいい、これいいよね、やすい。今回もちょっと盛りだくさんで紹介させていただきました、デルピエロゴルフライン、どうでしたか？かっこよかったですね。毎シーズンもう始まった時からかっこいいなと思ってましたけど、はい、ちゃんとテイスト変えてきます、ね、軸はそのまんまなんですけど、ね、コンペがあったら来てくる人増えるんだろうなと思うんですよ ね、デルピエロも来てほしいよね。今伏線です、うん、このズボンだったら多分誰でも入ったことないと思う。外国売ってないよ。これ日本しかできないよ。この素材と作り方すごい丈夫だし。まあ一応今回このデルピエロ数量もですね、一応限定になっておりまして、でまああとその人とも。その被りがあまりないので、店頭ホームページの方でも掲載されてますので、早めにチェックしていただいて早めの購入をお勧めします。最後告知なんですけど、ウノピューウノウグアルトレ第11回ゴルフコンペ5月15日月曜日、場所はまたおなじみイーグルポイント開催されます。ホームページの方でもうすでに決済ページがあると思いますので、そちらもチェックしていただいて、ドレスコード一応全身ウノピューウノウグアレトレゴルフとなっておりますので、気合入れて皆さん揃えて来ていただければ。ファッションチェックっていう意味では、そうですね、ベストドレッサー賞なんていう賞も毎回あるので、結構そこ景品いいんで豪華っすよね毎年。まあもちろんノアにはプレイしてもらって、うん、あ、そうですか、100叩いたらなんかね罰ゲームしてくださいよ。でもさせて、ちょっと1ヶ月ぐらいしかない一応ゴルフコンペの紹介をさせていただきました。また次回の新作アイテムの紹介をさせていただきたいと思いますので、また皆さんよろしくお願いいたします。それではまた次回、さよなら。